はい。そんなこんな言ってるうちにゲームスタートできる。お、やった。ゲット。まあ、ヤクルト好きなチームで選んだんですけど、まあ、チームは、まずまでこれってことだと思う。うん。ログインスタンプ1日目ゲット。C と S しかないね。B ランク以上の、ゴールド契約書3枚です。これがなんか一番最初のガチャみたいな感じです、ね。ガチャ回すやつ。じゃあ、行っちゃいますか。で、V ロードに参加しよう。いきなり、いきなり V ロードに参加しよう。だいたいやらされる。難易度はレベル1しかないでしょうね。まあ、自分のチームのオーダーもわかんないんだけど。まず、メンバーどうなってるの？キャッチャーしかいない、ね。キャッチャー、なんか以外に配られてんのかな。ザコって言ったらあれだけど、ザコの人たちが。あ、でもヤクルトになっている。あ、杉浦選手。え、ヤクルトなんじゃないの持ってるの。スケットホッサン。これなんか他のこれそうですね。田中将大です。ホッサンさんが。ホッサンさん育てた。でしょ。夏と。息のあった買い出せん。ヤクルトはあんまり、いいのか悪いのかわかんない。結構、去年のヤクルトは買い出せない。買い出せんなのに、息合ってるんだね。上位に繋げるし。3分前に1回。よく晴れた天気になりました。はい。え、メンバー、あ、なんか、相手のヤクルトは本当にヤクルトのスタメンって感じで。なんか、もうこんなにもらってるってこと？そう、この辺が最初にも配られた選手なのかな。福田選手、中日の。ああ、山本選手ね、去年もなんか、怪我しちゃったんだよね。今年もう出らんないって。で、打って、もちろん狙う。狙うはホームラン。はい、はい。はい。はい、はい。よし、これはいいんじゃないか。よし、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 よし。悪い、悪い。え？ああ。チャンスはでも作っとる。なんか、S まではいかん。うん。なんかこう、プレゼントだった。プレゼントだったね。そこまで行きたいね。何が入ってたんだろう。これって何？お前、倍速か。あ、でも勝ってるじゃん。何もしてない。お、今田選手。抑えろ。三上選手。ワンアウトランナー一塁スワローズ。え、これどっち？コルスが打つの？投げる。あ、俺らが投げるのか。オッケーオッケー。しかもいい選手なんだけどね。まだ、ちょっと怪我で出遅れた。高め見送ってストライクです。早いね、いいね。ちょっとボールからストライクに。あ、投げられない。ムービングバスやってみましょう。ちょっと、低めで引っ掛けてゲッツーかな。オーブレー。結構ね、プロスピって、なんか失投を見逃してくれるっていうのがあるんですよ。ああ。おうおうおお。コントロールがやばいな。うわー、結果もらえ。オーブレー。あ、でもこれで、プレゼントまた。プレゼント、どうなんだろう。もう終わるんだね。お、これ、ラスト1人で頼むって感じかな。守備、三振に抑え。三振以外ダメってことかな。6番バッター、飯原。まあ、それもストレートを外角でじゃあ行きましょうか。外角高めのストライク。で、まあ、スライダーかな。結構外すね。おお結構リリースのタイミング難しいんだよね。高見決まってストライク。おぉ。さあ、どのように勝負していくか。一球ちょっと高めを見せるか。釣り球、しかし誘いには乗りません。ツーボール、ツーストライクです。じゃあもうラスト、高速スライク。打ちました。おぉ、三振じゃない。三振じゃないけど、これで俺監督に怒られたら、しょうがないだろうって言ってないけど。お、グッドだって。グッドって何？あ、でも、いいんだ。プレゼントゲットしました。2対0で勝ちました。ちゃんと抑えた。うん。別にこれは、ね、ヒットも打ったし。プレゼントは。あ、これで経験値がゲットできて、なんか、キャラの
この選手もレベルが、まあ、D と C しかいないってことね。ね、これ多分、同じ選手でも、多分だけど、強くなる。A とか C の、なんか ガチャみたいなやつで入って、中村選手が最初から選ぶ。当てていけば、なんか、1番から9番まで全部レアリティ A が並ぶみたいな感じのこともできるのかな。なんじゃないかなと思うんだけどね。アイテムか。え？レベルが。なんか、情報量が多いな。荒、うん、木選手、こう。でも C だよ。まあなんかでも D 多かったし、まあ。D の中だったら C は。なんか。どんどんやら、や、やられる。あ、でもこれで終わった。じゃあちょっと、最後にガチャ、あれやってみましょうか。